11レース S 級予選1着になりました熊本の和田選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。まず地元戦ということで初めてだと思いますけども、足見せなど含めて振り返ってどうだったでしょうか。そうですね、やっぱりこれが決まった2ヶ月前からちょっと気持ちの面でナイフになるところとちょっとハイになる部分があって、ちょっと3日前ぐらいにちょっとなんていうか練習やりすぎてのちょっと壊れた部分があったので、その面でちょっと終わりに帰ってまたその2日間調整できたのがすごい良かったと思います。声援はどうだったでしょうか。もう声援はちょっとやっぱ地元に来たんだなっていう感じでちょっと感慨深く顔見せしてました。マレーさんですけども、佐藤選手がエース取って前受けになりましたけども、どういう作戦だったでしょうか。そうですね、やっぱり自分がちょっと前受けが得意っていうのもあって、もうラインではマイクからスタートという感じでお願いさせていただいて、まあ、その面でやっぱり思い通りの展開になって自分がかけれて後ろもついてきてくれたので、すごいその面でやっぱり 1,2,3 着取るのが大きいと思います。おしゃべかまして押し切った形になりますけども、状態はいいでしょうか。結構、はい、練習の感じでいけてるので感じ的にはすごいいいと思います。まあ、この後も準決勝、その後決勝を目指すと思いますけども、何か変えたりするところはありますでしょうか。いや、今日の感じでもう変えることはないかなと思ったので、あとはもうメンテナンス、体のメンテナンスをして明日そこに臨みたいと思います。わかりました。ではこの後2日に向けてまで応援とファンの方へメッセージお願いします。はい、今日はすごい応援ありがとうございました。応援の成果もあって最後4角から勝負できたと思います。また明日明後日先頭で風切るので応援よろしくお願いします。